ヤッホー、さくらです。と、みなさんこんにちは、ゆこのみなです。こんにちは。こんにちは。今日はさくみらコラボでございます。ありがとうございます。最近めっちゃコラボ多いんだけど。マジ、うん、最近みらい個人チャンネルをね配信できてないんですけど、さくらの YouTube にお邪魔しました。よろしくお願いします。こちらはぬる TV とか他のお仕事とかでは結構一緒になること多いんですけど、本当に個人で動画撮るのは久々ということで。久々久々初めてなんですけど。初めてなんですけど。メンヘラ女ということで、はい、まあ今日はなんか 初心に戻って質問なのもやるかなって確かに、ね、思います、うん、質問&相談みたいな、ね、ということで私の携帯の方から質問をね募集したんですけど、はい、たくさん来ておりました。わー、ありがとうございます。ありがとうございます。普通にさ夜遅くなのにさ、うん、たくさん来たよね。ありがとうございます。ありがとうございます。メル TV のネタ枠コンビということで。違う、ちょっと待って、どっちかというとそっちに合わせたんですけど。占いでくれる、そっちに合わせたんですけど。占いでほしい。明日からモカのネタ枠にしようぜ。あ、いいよね。質問やっていく。やっていこう。あ、じゃあレッツゴーよ。レッツラゴー。もうそういうことやるからネタ枠になるよ。やろうやろう。それではさくみら質問コーナー、いや、全員ましょう。え、なんでそうなの？毎回学校で写真撮るとき写りが悪いんですが、その解決方法を教えてください。そのことですね。え、でもわかる。学校でさ、写真撮るやつ撮れたことないわ。え、でも、それな、まずそれなのよ。すっぴんだからとりあえず加工を強くする。メイク機能を使う。え、もうナチュラルにメイクしていっていいんじゃないと思うよね、うち。あ、もうナチュラルって言います。あの、ナチュラルなカラコンとかマジで、普通になんかスクールメイクとかってなんかよくやるやん。メルティブもやったことあるんだけど。うん、あるよね。今一瞬忘れてたよね。忘れてないから。今、なんかちょっと。一瞬考えてたけど、うん、スクールメイクとかナチュラルなカラコンつけて、うん、好きな人がいる時とかそうやってやってたよ。マジ？めっちゃ可愛くね？今日未来も、うん、あ、でも未来は高速なかった。髪染めの毛だったし、あ、ゆるいがもうゆるいっていうか、もう何もなかった。高速が一個も。でも面倒いからすっぴんでほとんど行きました。はい、仲良くなったきっかけは？ちょっと待って、一番最初あったの何だっけ？一番最初あったの何？ちょっと待って、一番思い出せば、さくらのちょっと DM で。今どうした？私おじさんだよね、声で。え、インスタまでありがとうございます。インスタまで、あ、ちょっと待って、見えるかな。インスタまでありがとうございます。ちょっと思い出した。さくらがフォローしてくれたんだ、 TikTok を。そう、え、てかだいぶ前かじゃない？2年前とかじゃん。え、で、あ、あ、で、富士急や、これや、これこれ。何このポーズ。完全に仲いい人のポーズしてるやん、最初から。これは初対面で、もう LINE 交換しようってなって、LINE 交換して、めっちゃ仲良くなったね。そう、でも仕事で会うたびに仲良くて、で、メルが始まってからプライベートで遊ぶんだったのかな。かな、多分。SNS とかに上げずに遊んでるやん。あ、そうだね。もう今は、もう仲良すぎて、写真とかあんま上げない。上げない。マジで。写真も撮らないし。写真も撮らんし。なんか、いて、なんとか、いて、住んでいるみたいな。いるだけで十分ってことや。好きな人が複数いたらどうするべき？ごめんなさい。ちょっとごめんなさいね。一旦目閉じていいですか？いくよ。好きな人が複数いたらどうするべきですか？それ好きな人なの？本当に気になる人とかじゃなくて、気になる人だよ多分。え、でもさ、小学生の時とかさ、1位、2位、3位決めてた。マジノートに書いてたもん。でも中学生とか高校生で数人いたらやめといた方がいいと思います。え、誰も選ばない方がいいの？え、でもそれはガチの好きじゃないんじゃない？そう、本当に好きな人って断トツだから。 それ以外見えないの、そういうのが好きなんじゃない？そういうことだと思うよ。元彼と3回目の復縁ってできると思いますか？いや、マジで別れ方によるくない？別れ方によるよ。いい人だったらいいんじゃないですかね。え、復縁はありなタイプ？いや、やったことはないゲームは。絶対無理だよ。もう目は無理だと思う。別れたらもうそれまで、うん、本当に。え、別れてからあと友達とかないで。ないマジでない。うまい。これは本当にない。絶対ない。もうない。から気持ちが分かんないけど、しかも好きになることがない、まず。ああ、もう別れたら、うん、分かる。マジでそう。そう、2回
回目の気持ちが分からんから事情によるけど、うん、事情によるけど私はないと。うちもやね、福縁はうちもやね。チョバリグー、イエベですかブルベですかってさ、うん、え、うちらさ真逆じゃね。うん、そう、なんかブルベとイエベ、うん、だと思う。もう真逆ですねって感じです。お互いの直してほしいとこ言うや結構ガチのやついいね。あれ、あんたは優しすぎるからもうちょっと自分の思ってること言った方がいいと思います。一人様で絶対マジでそうだと思う、ね。うん、自分のそれは直した方がいいと思う。それはうちを思って言ってくれてるやろ。びっくりしたよ。もうじゃあ違うって言う事故だよ。あの言えない人と言える人いるじゃん、相手によって、うん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 、だから言える友達とか、うん、それこそ未来とか、うん、でも未来には結構基本言ってるかも。そう言ってくれてます。うちら結構お互いなんか何に関しても相談し合ってるもんね。だいぶ話してるよね。うち未来の直してほしいとこか、何ちょっと決めたい時ある。嘘つかんで、ね、そう、うちのことめっちゃ好きなのは分かるんですけど、なんか基本デレデレなんですよ。なのにたまになんかそっけなくされる時があって傷つきます。嘘つかない、それってことだ。え、なんかね、未来ないかも。マジでも、うち未来ある。無理すぎんな。お前はお前は無理しすぎとる。お前も優しすぎんだよ。ということで、うちらはマブダチでした。次のです。恥ずかしくなってきた。あれ、おならしますか。うちらさ、うちらしようよね。思わせぶりな男子って何？それな？マジで、おい、あんただよ、あんただよ、あんただよ。嘘です。嘘です。ごめんなさい。ごめんなさい。あ、こぼした。うわ、音こぼれた。だから、ここか。ビチャ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 、双剣ビチャ。これ面白くないって思った方、あのさくらのネタなんでさくらに DM してください。やめてください。思わせぶりな男に言うさくらの一言まで3、2、1。考えとけや。え、でもとにかく、うん、ダメ。じゃ、なんか俺はそういうつもりじゃなかったとか言い訳になんないから、ね、うん、それで彼女がいてやるのが一番いけないと思います。それはもう論外なので、論外、うん、あのマジで言っとくけど、うん、カットしない、やっちまうよ。本当にやっちまうよ。それで傷ついた人は、うん、その男性をここに連れてきてください、うん、私たちが違うから、ね、私たちが説教しちゃいます。違うから、ね、なので辛い体験をした方はぜひ DM 送ってください。怒ってます。思わせぶりの男子はあの悩む必要ない。悩むけど、うん、あの深入りする必要ない。なんかそこまでの男だったんだ。あっそうってなればいい。どういうこと？あ、わからないので次いきます。元彼のインスタフォローしてるのはやばいですか？あもうそっちか。そっちね。やばいですかってさ、自分で自覚してんのめっちゃ偉いかも。でもこの時点で偉いけど、なんか彼氏か彼女いて元彼とかをインスタフォローしてるの嫌だ。嫌だけど嫌だったら別にいいんじゃん。あー確かに、ね、そうそう、やばいと思ってるなら、うん、ちょっと疑ってるなら、うん、もうやめた方がいいと思う。だから見れば嫌だね。いつも嫌。なんかすごい、え、待って、気持ち悪くない？無言で外した方が彼女としては嬉しいし、ね、確かに無言かっこいいね。でもそれで何も言わなかったら嫌だよ。外したのに相手から何も気づいてくれなかったら嫌だよ。気づいてほしい、ちゃんと。お前何すすかすな。キモい、今のキモいすかすな。2人で目をつぶってポーズ揃うかやってください。よし、 3回連続でいく。1、そしたらさ、見えんままやな。お前何やってんの。やだ、前つぶってポンポンポン。せーの、ポンポン。せーの、もうやる気ないよ。あ、そっちか。ポンポンポン。せーの、せーの。
楽しくなってるやん。せーの。また呼んでください。オッケー。次未来のところで撮りたいね。はい、なんか撮りたいです。私も YouTube 更新できるように頑張りたいと思います。今日はちょっと一日仕事で目を見送られて、マジで。ビジュ最悪だ。前の役なんで。ちょっとまた改めて撮ろう。うん、改めて撮りたいと思います。せーの、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。バイバーイ。ショベリグ。バイバーイ。